ヒューマンビートボックス。はい、というわけでヒューマンビートボックス講座第3弾、今日の音はですね、スネアドラムという音をレクチャーしたいと思います。この音は非常に難しいです。初心者が一番最初に苦戦する音だと思います。今日はその音をレクチャーしていきたいと思います。スネアドラムの音はこんな感じの音がします。はい、こんな音ですね。ですね、これはイメージとしては上唇をポンって弾く感じですね。終わった時にこの前歯で下唇を噛みます。一旦口を強く閉じて、上唇を外に弾き出す。この時上の前歯は下唇をしっかりと噛んでください。イメージ的にはプスっていう感じですね。プスっていう音を、声を一切使わないで再現する、これがスネアドラムです。そしてプスッと長ったらしくなってしまうのもかっこ悪いので、そこは短くと切ってください。コツは上唇を弾くことです。皆さん、このリズムができることによってついに8ビートが完成します。一番最初にお伝えしたバスドラム、そして次にお教えしたハイハット、そしてこのスネアドラムができるようになった時にこんなビートが刻めます。これで8ビートの完成です。ついにビートが刻めるところまで来ました。皆さん、このスネアドラムをマスターしてぜひ8ビートを刻んでください。では次週また次の技に行きたいと思うのでお楽しみにしててください。バイエルン。